室おすすめの方だよね。ちょっとイヤホンをつけてゲームを体験することをおすすめしますって、いちいちめんどくせえな。生命様、中世のご主人と誓う式神の琥珀です。キツネか、これ。もう生命様ったら何をぼーっとしてたんですか。もしかしてまた記憶をなくしたことを。いや、少しばかり神楽のことを考えていたな。神楽様ですか。あの日記憶を失った生命様が連れてきた不思議な子ですよね。琥珀にはあの方が何を考えているのかよくわかりません。生命、あ、知ってる声優だぞ。これどっかで見たことある、アニメでよく見たことある声優さんだぞ。あ、神楽様、別に琥珀は悪口なんて言ってませんよ。どうかしたのか、神楽。生命にお客さん、それもとびきり変なのが。頼もう。力をこうしてよ。戦場にいるキャラクターの行動順序は全て行動ゲージに表示されています。長いチュートリアルが始まるのかよ。まず発動したいスキルを選んでください。スキルを発動するターゲットを。確かにさ、グラフィックとか映像はすごいよね。その代わりファイルサイズがとてつもなくでかいんだけど。あ、この陰陽師のアプリについて全くの予備知識とかなくて、もちろん初めてダウンロードしました。全く何も知りません。琉球によりつれよ。待ちそう。問題ない。どうやらかなりの霊力を持つ鬼のようだ。我が恨みの一刀、その
大丈夫か？重すぎる。データ利用量が重すぎて、これ以上ね増えてったら他のスマホの機能とかも制限されて使えなくなるんで、